第707特殊任務大隊は、大韓民国陸軍の特殊部隊、特殊戦司令部に所属する。アメリカ陸軍のデルタホースに相当し、ソウルオリンピック開催を契機に、大テロ戦に対応するため1982年に創設された。部隊は200人程度の隊員からなり、14人単位のチームで作戦行動を行う2個大テロ中隊と、彼らのバックアップを行う支援。 破壊工作部隊で構成されている。隊員は男性だけでなく、ハイジャックで食料や医療品を現場に届けるなどの際に、テロリストに脅威とみなされ、憎いよう女性隊員も所属している。1986年アジア競技大会、ソウルオリンピック、2002FIFA ワールドカップの開催時、テロ対策のために政府要人や会場を警護する任務を行った。また、 半島有事の際には、北朝鮮工作員に対抗する特殊作戦も担当している。隊員の選抜試験は10日間にわたって行われ、志願者のうち90%が脱落する。試験の合格者は、その後、6ヶ月の基礎付評訓練及び6ヶ月の特殊戦闘訓練を受ける。すべての隊員が空挺及びスキューバダイビングの資格を保有しており、 また、テコンドーや、その他の格闘術において黒帯相当の実力を有している。その他、氷点下の降雪時における、都市体操や低温の湖を泳ぐといった訓練を防寒装備を着用せずに行っている。訓練施設は、世界でも最先端レベルのものであり、ハイジャックを想定した CQB 訓練時にはボーイング747の実物大模型を使用している。 デルタホース、FBI、HRT、SAS、アルファ部隊、ギグイン、スタなど、海外の特殊部隊員とも交流があり、共同訓練を行っている。国産と海外製を併用している。ありがとうございます。